完全に権力が発動しました。勝手に放送が落ちました。これ権力です。運営からお知らせありません。電波が悪かったのかね、それともなんか何かしらの権力なのか、放送が落ちました。なので天然さんが知ってますよ。あ、じゃあ天然さんに聞きますか。権力じゃないのこれは。寝てるっぽいけどね、昨日夜遅くまでやってたでしょ。あ、出ないわ、はい、まあとりあえずね、まあ、さっき自分で放送落としたんですけど、まあ、権力はないと思います。ええ、川上ちゃん自身がなんかさ、そのリスナーさんが権力持ってるっていう話あるけど、配信者がそのリスナーが一個人で権力持ってることはないと思う。俺ね、元さ、ふわっちの運営さんと麻雀したことあるんだよ。仕事を辞めちゃった人だけどね。そういうことはないですってきっぱり言われてるから、ね、一個人のリスナーがそういうものを振りかざすことはないって俺実は聞いてるんだよ。はい、だから多分大丈夫だと思うよ。うん、普通にね。いや、それも本当なんだよ。これ麻雀本当に元ふわっち運営の方と打ったことあるんだよ。これは俺とその人だけじゃなくて他も打ってるからね。ちなみに言うとこれガチなんだよ。マジマジマジ2回ぐらい打ったね。だって俺名刺見せられたもん。あげれないけどっつって名刺見たもん。ガチで。あ、ちなみに昔ね、俺がふわっち運営側にいる人間だって言われてたんだけど、そんなことありません。はい、大丈夫です。配信者がふわっち運営じゃないと思うんで。うん、いや俺が聞いたのはそれぐらいで、なんかそのふわっち運営のことはあんま極秘だから言えないっていう感じのニュアンスで言われたから、そんな詳しく聞けなかった。ただ一つだけ言ってくれたのが、死体移したら絶対にバンって言われた。うん、もう死体は即バンだって言われたね。もう A 番らしいよ死体は。当たり前だろ。じゃあ歩いててさ、死体が映ったらどうすんの。それ何、不本意な映し方になったら A 倍になるの。それ納得できねえよそんなの。まあそんな感じです。はい、じゃあ次いきます。次がね、香川さんのツイッターにてね、こんな感じで株が配信サイトによって違うらしいです。見てください。なんとですね、キャスの時価総額50億、ふわっちの時価総額180億、ニコ生の時価総額3300億。これ株でいいよね。ふわっちの方がキャスより強いんだよこれ。え、すごくない？ふわっち株なのこれ。何なの時価総額って。どういう意味、株じゃないの。ただニコ生がレベチだね。3300億ってえぐすぎでしょ。てか俺キャスの時価総額50億で
フワッチの時価総額180億って3倍ぐらい違うんだなと思ってびっくりしてる。フワッチの方がすごいのかな、キャスよりね、勢いで言うと。え、不動産と、有価証券、有価証券親会社含めたらさらに桁が違う。意味が違う。フワッチが高すぎてこれから売られるってことだぞ、アホか。あ、そうなんだ。じゃあ安い方がすごいな、これは。高い方じゃダメってこと？え、安い方がすごいの、これ。高い方がすごいんじゃないの？会社売ったらその値段。あ、めちゃめちゃ分かりやすい。それ会社の価格でしょ。ってことはやっぱすごいじゃん、フワッチ。キャスより売れるってことでしょ。うん、いや分かりやすい。会社のなんか値段って書いてるじゃん。価値な、だからそれぐらいツイキャスすごいってことでしょ。でもね、やっぱニコ生がレベルが違うね。レベルがやっぱ歴史とねやってきたことが違うから。いや俺買おっかな、フワッチ。うんね、俺の貯金全部はたいて買ってやろうか、これ。フワッチの時価総額これで買えるんだったら買うか、180億で買っちゃうか、これ。いや貯金190億あるから150 180億ぐらい買えるよね。でもリスナーさんとさ、力ね、なんかリスナーさんからお金全部集めてさ、で180億ぐらい無理か。リスナーさんがお金かけ集めて180億、それで買うのはダメ、無理か、足りないか。だって今5000人ぐらいいるじゃん。ってことは1円で5000円でしょ。10円で5万、100円で、50万、1000円で500万、1万で5000万、10万で5億円、100万円で50億。買えないわ、無理か。あ、じゃあキャスのやつは買えるから、一人ずつ100万円出してもらって買うか、これ5000人で。あ、違法なんだそれ、みんなで買うのはダメなんだ。まあそんな感じです。はい、じゃ次いきます。次がね、あ、これめでたいね。エメ太郎ちゃんがエコー写真を公開しました。昨日の産婦人科行ったんだよ。見てよ、やっぱ神秘的だね。こんなのも大きくなってる、赤ちゃんが。赤ちゃんの心拍確認できましたと。今8週目だそうです。予定日は8月の28日。まあ8月に生まれるは9月じゃなくて、でお腹の中にこれぐらいの子供が大きくなってるんだよ。だって最近見たのがこれだからね、1月の6日の時のやつ。こんなちっちゃかったんだよ。なのにもうこんな大きくなってるんだよ。いやすごいね、本当に赤ちゃんって。もうこんなに大きくなるもんなんなんだね。これエミ太郎ちゃんの妊娠初期の頃の写真で、今こうなってるんだよ。10日ぐらいしか経ってないんじゃない、今10日で。うん、これぐらい大きくなってるんだよ、すごいよね。で多分これは本当に妊娠してるわ。
妊娠してないって言ってる人たちいるけど、間違いなく妊娠してる。もうルイージさんの子だよ。そうだね、酒タバコやめないとなんか奇形児とか生まれるらしいからね、やめないとね。これはうん、エミ太郎ちゃんには辛いかもしんないけど。で昨日ね、なんかルイさんがさ、エミ太郎ちゃん締め出してもう家に入れないみたいなこと言ってたんですけど、俺が放送終わった後にリュウヤくんが、ルイさんの家に行ったらしくて、その時にルイさんのベッドの上にね、エミ太郎ちゃんがいたという発言がありました。なのでエミ太郎ちゃんとルイさん今現在仲良くやってる可能性があります。朝もやってた？二人でやってた？昨日ね、喧嘩してたらしいけど。あれ、写真、これか。リュウヤくんが襲来してね。で、さらにね、リンちゃんのことをバカにしたっていうことで、軽く首絞められたらしいです。はい。まあ、でも警察沙汰にはならなかったと。リュウヤくんが、リンちゃんのことに対して、地雷だということをみんな、分かった方がいい。危ねえ人間だから。ただ、その布団の中に誰がいるかっていうのは、エミ太郎ちゃんなのか、ナコちゃんなのか、ちょっと分かんないんだよね。一応、リュウヤくんはエミ太郎ちゃんって言ってたけど。電話するか、ちょっと。出るかなこれ。ルイージ兄貴に電話します。多分で布団から出なかった理由はバンになってるから、出たらさバンになると思って必死に隠れてたんじゃないの、布団の中に。エミ太郎ちゃんが今日もやってまいりました、ルイージコーナーです。あ、ルイージさんおはようございます。おはようございます。あ、よかった、仲直りしたって聞いたよ。いやもう、うん、朝からも出てくっていう、え、茶番が今やっと終わったところですね。朝やってたんですか、放送。朝、はい、エミリーさんのツイキャス中に、ええ、マサヤンさんが、うん、エミリっていう可愛くないよね、中のけだよねみたいな。あ、酔っ払ってたけどマサヤンだ。はいはい、最悪ですよね本当。だからそれでエミタルちゃん怒ったの？そこからちょっと機嫌悪くなって、はい、もうマサヤンとやっぱり絶縁ですね。あ、ルイさんも？いややっぱり、うん、俺の嫁をバカにするやつは許さないよ。あー、てかよかった、仲直りしてて。で、ルイさん怒ってたもんね、深夜直にも。はい、ツイッターで見たけどさ、リプライ、なんかすごいやっちゃさんに、うん、なんかすごい突っかかってくるとコメントなんか言われてたんですけど、うんうん、なんかツイートされてたんですけど、これ読んでいい？毎回でもやっちゃさんのツイート、うん、俺の名前書いてありますからね。入荷ってタイトルにしてルイージには渡さないって言ったんだから、責任持って引き取ってほしいですね。テレビ弁償とか警察とか脅すのはダサいですよ。お酒飲ませてミラーしてたら、暴れるの分かりますよね。自分から絡んだ結果だと思いますよと。これルイさん弁償するんですか、旦那として。下みたいですね、ミリさんが。え、もうお金払っちゃったの？多分。あ、そうなんだ。はい。え、ルイさん、マサヤンとは絶縁したけど、ヤッチョ君とは絶縁するんです？まあでもあんまりコラボとか普通に会うことはないですよね、なんか、うん、なんかまあその結構やっぱり配信上でエミリーさんとやっちゃさんがこう絡んでしまうから、はい、そこに関してはちょいちょい言うかもしれないですけど。ああ、そうなんだ。はい、じゃあ今結果的にはエミ太郎ちゃんとルイさん今一緒にいるんだ？い
や全然あの一緒にいないし、うん、あのもう一言も喋ってないし、うん、絶賛喧嘩中ですけど。あ、そうなの？さっきかばってたじゃん。みたいな格好で抱っこしてますね。ああ、そうなの？じゃあよかったじゃん。はい、仲直りして。布団の一緒に見て、ね、こう赤ちゃんみたいな抱っこして今一緒に。ラブラブじゃん、めちゃくちゃ。いやでも全然仲直りしてないですし。でもね、ルイさんショックなんだけど、ちょいちょい俺に嘘ついてるよね。ちょいちょいですね。あの家にいるのにいないとか言ってるでしょ。僕には見えてない時ありません、ね、あーそうなんだ、やめてよ、はい、ルイさん、俺たちって何なの？いや全然言いたいんですけど、本音言いたいんですけど、喧嘩してる時俺の視界からいなくなるんですよ。あーなるほどね、もう見たくもない時があるんだ。そうなんです、見えるものが見えなくなるというか。そうですね、俺もルイさん本当にね、これ散髪も切ってもらってね、よくしてもらって、はいですし、はい、俺は友達だと本当に思ってるんだよ。いや僕もです。だから今度ね、あの友達なんだから嘘つかないでほしい。何でももうパルちゃんには何でも言う。言ってほしい、もうあのせいちゃんみたいなひどいことしないから。この会話晒してんだもん。何千人も聞いてんだもん。パルちゃんと二人だったら何でも本音で言いたいけど、うん、何千人も晒してるんだもん。それルイさん、これ5000人ぐらいいるけど、友達だから、これもルイさんの友達じゃないよ。友達だよ、これは間違いなく。あのさっきの心電図のさ、赤ちゃんの写真でさ、うん、うわルイジにそっくりって、どこに俺の顔があるの、あれの。いや似てるね、ちょっと面影がある。わかる、あのマフィスブ、わかるわかる、あのちゃんと見ようか。どこにいんの、あれの。あのね、なんかね、この形が似てるよね。頭の形の部分見えるじゃん、なんか。あはい、なんかルイさんっぽい、なんかっぽいですか、うん、あ、なんかエミリーさんがツイートで弁償終わったみたいですね、やっちょさんに。あ、そうなんだ、8万円だっけ、はい、10万円かな、なんか8万9万って言ってたけど、10万払ったの。10万ですね、10万払いましたね。うーわ、だってエミリーさん、僕とさね、2人でいて稼いだお金で、うんね、これはルイジさんと私のお金っていつも言ってるのに、うん、どん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 減っていっちゃうよ。勝手に払ったの、これはルイジさん相談せず、勝手に払って何にも相談せず。まあまあしゃあないね、テレビ壊しちゃったから、うん、言ってらんないよ。まあでもルイジさん、それも夫婦としてね、はい、困難な道をそう切り開いて前に進めば、とんでもない絆。俺も10万円デリヘルに使いたいよ。なんだ、なんて。俺も10万円デリヘルにぶち込みたいね。10万のデリヘルだったらいいデリヘル選べるよね、これ。パルちゃんだって10万円ギャンブルに使いたいでしょ、うん、使いたい。あ、そういう気持ち、あ、分かった気がする、ちょっと。はい、うん、はい。でも今仲良くやっててよかったよ。今全然喋ってないですけどね、うん、一言も。はい、朝は喧嘩したの、また。まあマサヤンさんの件から、あ、まあ、僕もマサヤンさんにはイラッとしたんですけど、ベロンベロンに酔っ払ってるでしょ、マサヤン。ちょっと多分、うん、いや、まあ、酒癖悪いっすね。そう、悪いんだよマサヤン、マジで。酔っ払った時のマサヤンは、はい、クズです。暴露もするし、あの普通にもう暴れちゃう。はい、そんなやつにアルチューとか言われたくないっすね、うん、うちの。もう止まんないよマサヤン。はい、止まんない。そうだよ、あの、はい、一番酒癖が悪いと思ってるから。しかも覚えてないとか言うし。あ、今は酔っ払ってんのか、放送してないのかな。いやいや、なんかあの、なんか前絡んだ時に、うん、なんかいろいろその酒癖で悪いことしたこともやっぱ覚えてないって言います。お酒飲んだ人ずるいっすよね。まあまあ、はい、リンちゃんとかね、記憶ないっていうね。はい、酔っ払って覚えてないとかね、散々好き放題やって、うん、あれ、ルイさんとお酒は飲むの？飲まないの？ほとんど飲まない、全然飲まないっす。飲めるのは飲めるの？いやー、まあほんとなんか、あの勢いでなんかその、なんかクラブとかで一気みたいな、テキラ一気みたいな、ああいうノリでしか飲まないっすね。じゃあ今度はルイさん、配信外2人でね、男同士飲もうよ。いやいや、やっぱ、パルちゃん行かれてるじゃん、だって酒飲むと。いやいや、それはあの、ラッパ飲みとかするとね、普通の時はそんな大丈夫だよ。はい。うん、全然酔った勢いでお願いします、じゃあ分かった。じゃあルイさんありがとうね。いや、こちらこそありがとうございました。無限の彼方へ。ああ、行っちゃうぞ。笑ってこらえちゃうぞ。やれんのだっかっ。ああ、ナイス、ドンチキってことですね。仲良さそうじゃんね。
あ、マサヤに言われたんだ。マサヤはね、あの知らない人も多いと思うんだけど、なんかあの俺聞いたんだけどさ、麻雀でやってる時に酔っ払ってたんだってマサヤ。その時にネットの王子かポンスケに喧嘩を打ったらしいよ。それぐらいもう見境ないから。おお、だから一番怖いんだよ酒飲んだ時マサヤンが。喧嘩になったらしいからね、言い合いで。怒らせちゃいけないよ。好きだよ、うん、無害だから。あの麻雀誘ったら来てくれるしね。ほんと多分ね、ストレスもあるんじゃないかな。うん、やっぱ会社作ってさ、そのストレスが来てるんだと思うよ、予想だけど。っていうことですね。で、話の続きで、昨日ね一番閲覧があったのが、リンちゃんとリュウヤくんとイキリスト、あと山田部長など、たくさんなんかメンツが4000人超えらしいです。3000から4000、また閲覧がすごかったと。だから今ね、リンちゃんとリュウヤさんたちが今フワッチの中心にいます。このメンツ閲覧3800か4000人ぐらいいたのかな。電波が悪い？来た、川上ちゃん妨害これ。絶対やられてるわ。川上ちゃんじゃないのこれ。川上ちゃんがフワッチを支配してるからね、今。今舐めた口聞いちゃったじゃん、川上ちゃんに。来たこれ。大丈夫？ちょっと待ってね。あれ？なんかバクるわこれ。まあこういうメンツ集まってさ、やってたらしいです。で、あのその後に。まあ、みんなで飲んだらしいよ。イキリストは途中で帰っちゃったらしいけど、こんな感じで。まあサイアンも行ったのかな。右父リンちゃん、まあリュウヤくん、まあリュウヤくんが乗り込んで、で右父ともめくちゃになったらしい、喧嘩して。でアキコママが間に仲裁に入って、深夜ね大いに盛り上げたということらしいです。部長山田が放送してたのかな。だからすごいよ今龍也くんが。あの最近さ、新人の配信者現れないなみたいに言ってたじゃん。とうとう出ました、龍也くんが今フワッチで新人の大型配信者として成り上がります。これね、気違いだし、あの見てておもろい。で閲覧も持ってる、これ最高じゃない？これ龍也くん来るよ、これ上がってくるよ。ちなみにあの右地の裏垢っていうね、あの裏垢があるんですけど、なんとですね、リンちゃんのパンツがあの動画としてあの投稿されました。リンちゃんにパンツ見せてよみたいな会話があって、ほらほら開けてみなみたいな感じで、でリンちゃんが股を開いたんですよ。でなんとですね、パンツがあの映ってましたね。ピンクでした。右足の裏垢であるのかな、消されてるかあるのか、はい、でリンちゃんがバンって書いてるんだけど、バンになったの？なってないでしょ。バンなの？ちょ待って、リンで調べるわ。
バンじゃなくない？うん、バンじゃないよ多分。ミキチチがバン？ちょっと待って、英語だこれ。右乳あるよ。嘘ばっかじゃん。右乳はいます。龍也がアカウントがない。おお。あ、龍也だったよ。これ龍じゃないわ。龍也、バンカもいないよね。バンカこれアカウントが出ないぞ。龍也いる？ちょっと待って、リスワンで見るか。そっちの方が分かりやすいわ。あれ、龍也っていうアカウントが、名前変えたんだ。あ、米番っていう名前なんだ。あ、そうなんだ。じゃあ番じゃないじゃん。はい、ほんまにほんまにほんまに。まあそんな感じでね、流れ的にそういうことになったということです。これがすごいのが、何がすごいって、ゼロワンとか、まあ、セイジとかね、まあ、その他諸々の大きな名前を借りずに、龍也くん、リンちゃん、右乳、マサヤン、山田部長、イキリスト、まあ、正直言うとその人たちだけで閲覧4000人をパンパン叩き出しているってこと。だからこれ、この6人が新時代のね、配信者かもしれない。新しくふわっちを引っ張っていく配信者かもしれないね、これ。部長山田に電話だ。部長山田の連絡先知らないもん俺。うん、ちなみに秋子ママのなんかズボンをずらしたのかな、右乳が。ティーバッグだったらしいです。はい、右乳の裏垢で見ました。あ、ズボンずらしたら秋子ママのケツが出てましたね。仲裁もこれ秋子ママがやってくれたらしいからね、さすがママだよね。あ、そう、右乳の裏垢で見ればわかるよ。リンがいない？アカウント番なの？リンいるでしょ、リンちゃんは。え、リンちゃん番？うそ。R、 それ合ってるの？ RIN、 RI、 あれ、なんか RIN、 なんロンになるんだこれ、おかしいだろ。 RIN、 リンちゃんいないよ。バンか、これ。龍也はいたわ。いる？どこにいるの、リンちゃん。え、あ、これ合ってるよね、これ、これ合ってる、これ。あ、やべ、これ合ってる、リンで。
出てこないけど、うん、